んにちは。今日はなんだか楽しそう。今から屋台グルメツアーに行くんだ。言っとくけど、見たらお腹空いちゃうかもしれないから覚悟して。わあ、飛行機乗り損なっちゃう。早く早く。いろんな種類の屋台料理で有名な和風人にあるけど、あの串焼きを見て。全部チャレンジしたいけど、とりあえず羊の串焼きを食べてみよう。羊肉の食感が一番好きなんだ。果物が砂糖でコーティングされてる。超新鮮。僕の好きなトッピングが乗ったパンケーキだよ。僕も溶けちゃいそう。韓国だ。僕は今日勇気を出してトッポッキという真っ赤で辛い韓国料理を食べてみるぞ。怖がらせるわけじゃないけど言っておくよ、悪くないね。いや、美味しいぞ。住んでってちょっと見た目は悪いけど、トッポッキのソースで食べたらいける。美味しい美味しい。これからは温かいスープを食べに行こう。ここは豚骨ラーメンで有名な福岡だよ。分厚いチャーシューと麺の入ったスープ、最高。この小さなたこ焼きを見て、親指サイズだよ。可愛くてペットにしちゃいたい。ここインドネシアでは雨が降ってるけど、僕はくじけない。雨の日は温かいスープを食べたくなる。大抵の店はバクソというものを売ってるね。温かいスープにそれぞれフィッシュボール、ビーフボール、ベジタブルボールが入ってる。雨の日にぴったり。これはポーピア。僕の好きなトッピングが乗ったパンケーキだよ。シコシコパリパリ、甘辛くて完璧なハーモニーだ。わお、これ見て。バナナで作ったタイのパンケーキ、ロティだよ。悪魔のチョコレートソースだけど、すごく美味しいよ。お願い、口の中からなくならないで。ボンジュール。ここはパリカって？いや、ベトナムだよ。卵の黄身と肉のスープにつけて食べるパンなんだ。僕はジャムとバターで食べるけどね。最高だね。よし、コーヒーブレイクだ。うわー、お腹が風船みたいにパンパンだ。ちょっとトイレ。あー、すっきりした。お待たせ。グルメツアーはどうだった？どれが一番か選べないよ。全部美味しいんだもん。みんな、旅行するときは僕が言ったこと覚えておいてね。あ、チャンネル購読を忘れずに。トムとならいつもハッピー。約束だよ。